インパラディズ・デル・カンテ・アンジェリ皆さん、こんにちは。高山右近記念資料館の館長の奈良賢治です。今日はテトスへの手紙、2章14節より、心の羽ぼうきをお持ちですかということを 御言葉かから聞かせていただきましょうそれでは聖書を開きますテトスへの手紙2章14節キリストが私たちのためにご自身を捧げられたのは私たちを全ての訃報からあがないだし良い技に熱心なご自分の民をご自分のために清めるためでした」。 以上です。金沢市にあります石川県立美術館には高山右近が金沢の有力な町人である片岡九安に宛てた手紙が収蔵されています。この手紙の宛先である片岡さんという方は伝説では右近の メイが嫁いがだだ先の家だそうですウコンが自分の娘を嫁がせるため相手もキリシタンでなければと願ったようにウコンのメイもキリシタンと結婚をしたと考えるなら片岡家もまたキリシタンとなっていたのでしょうだからこそウコンは片岡家とと 親しい関係を持っていたのだと推測できます。その手紙の内容は、羽根器ができたので、ぜひお見せしたいというものでした。羽根器というのは、茶の湯の中で湯を沸かす風呂の中の炭や灰を鳴らす道具です。この羽根器で炭や 肺が燃え残ったその場所をきれいにならすためですね。これをキリスト教の視点で眺めるなら罪というのは聖書の中で人の持つ罪を清めるものとして登場しています。また灰とは自分の罪を悔い改める象徴として登場しています。ですから 風呂の中の墨や灰を整えるための羽根ぼうきは、犯した罪を悔い改め、その汚れを清めるという象徴的な意味を持っていると言えます。武士は茶の湯や能楽をたしなむことは重要だと考えていましたから、高山右近も茶の湯を キリスト教の儀式、能楽をキリスト教の教えを伝えるものとして人々に教えていたのではないでしょうか高山右近の茶の湯は織田信長の弟の一人織田浦釜からすると清志の病があると非難されていましたつまり すべてを清くさせるのは、わび、さびの景色がないということなので、つまらないということなのだそうです。しかし、右近からするなら、羽ぼうき一つとっても、罪の汚れを取り除き清めるという大切なキリスト教の教えを象徴させているのです。さて 風呂を丁寧に鳴らさないとお湯を沸かすのも十分ではありません。そのように汚れた心を持ったままでは毎日を幸せに生きることはできません。あなたはあなたの中にある罪の汚れを取り除くための方法をお持ちでしょうか。ぜひあなたの、 心の羽ぼうきが見つかりますようお祈りしています。それではお祈りいたしましょう。天の父なる神様、私たちの心の中は怒りで燃え盛り、心がズタズタになってしまっています。その凸凹ココを鳴らしてくれるイエス様の救いに預かれますようお導きください。 イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン